初のことのその難しさといったら、今まで僕らも遭遇したことがないぐらい難しいです。で、鎌倉芸人、これ能のための曲を大初のことで弾こうという、そういうあの、まあ、日本の文化をなんとかその新しい楽器の大初のことで、表現しようというので、これは秋元という先生があの作られた曲なんですが、非常に難儀な曲です。でも聴いているとすごく素晴らしい曲で、聴いているのは非常に難しいけど楽しい曲です。で僕らは今こう、なんていうか、こういう長野県とかこういうところをやったり、で僕はこう演奏活動をしたくて、大したことを始めたもんですから、この間アメリカで1ヶ月、お正月にアメリカで、アメリカ公演をした時に、鎌倉芸人をちょっとやってみたんですけど、やっぱりすごくこう日本的な香りがするという曲で、非常に喜んでいただいた曲です。鎌倉芸人ということで、あまりにもちょっと分かりにくいので、皆さんご存知かと思うように、鎌倉という曲がありますよね。しんきりがはまる。その曲を親しみやすいように前奏につけてみました。Thank you.
今晩 NHK で放映するから。やだやだ。